どうも、佐野家太郎と、コロネでございます。今回はこちらのパントロピーというサバイバルゲームをコロちゃんと一緒にライブで遊んでいきたいと思います。よろしく、コロちゃん。よろしくね、隊長。で、まだ出たばかりのアーリーアクセスで知らない方も多いと思いますので、ざっくりこのゲームについて説明いたしますと、危険なエイリアンが生息する惑星で資源を集めて、拠点、武器、そしてロボットを作っていくゲームでございます。ロボットの数も豊富でカスタマイズも可能。アーマードコアとかメタルギアが好きな方はハマるんじゃないでしょうか。ただアーリーなのでバグもまだまだ多いです。多いんですが、それを差し引いても魅力的な作品なのでおすすめいたします。では早速やっていきますか。サーバーは、US のウエスト10だね。そう。 OK、 ではイン。猫の声入ってんじゃねえかな。今ちょっと入ったね。ここが治安がいいんだっけ。そう、ちなみにね、まだ個人サーバーがないので、普通にオフィシャルサーバーで遊んでいきたいと思います。で、コロちゃん、このゲームね、赤と青の軍勢があって、で、一応その、両方で、なんか戦争みたいなことやってるんだよね。領土の取り合いだね。うん。で、うちらは赤だね。赤。あ、そっか、またワールド入り直しだから、赤に入ればいいのか。今しばらくお待ちください。これ入るまでちょっと時間かかるんだよね。そうだね。あと、時々サーバー再起動してくれるんだけど、うん。そのサーバー再起動の時にバグが大量に発生するさ。ああ。軽くなるんだけど。あれでしょ、資材ロストとかでしょ。資材ロストとか、うん、その辺が。いやー、結構痛いよね、資材ロストって。でも、慣れてしまえば大したこと、ないかな。うん、やべ、登ってきやがった、あいつ。にゃんこか。にゃーん。にゃんじゃないよ。ロー、ローって言うからね。黙れ貴様って言うね。あ、泣きやんだ。よし。ロード終わった。赤入りまーす。そう。お、隊長が。お、入りました。コロちゃんどこかな。いやいたいたいた。やほー。やあ、コロちゃん。やあ、隊長。あれ、なんか、見た目ごつくなってない？あー、多分防具作ってあるからだと思う。あー、なるほどね。で？とりあえず、タブキーを押してもらっていい？タブ、あ、いいよ。そしたら、グループがあるから、グループ。アップした。あー、はいはいはい。それを押すと、パーティー招待が来てると思うんで。本当だ、来てる。それを承諾してもらっていい？はよー。で、承諾すると、うん、グループのところに、コロネって名前あると思うんだけど。あるね。そこの一番右の方にカラーあるじゃないですか。うん、あるね。そこをペケ押すと、マップのところに表記されるようになるので。あー、これはセブンデイズと同じだね。そう。なるほど。なので、離れた時に、ちょっと便利だもんで。了解。サンキュー。はい。お？あ、それコロちゃんのか。そう、これ俺の、俺の。なんだっけ、まずは、何をするんだっけ。まずは、とりあえず、うん。声すごいことになってる？え？声がすごいことになってる？え、ロボ声？じゃ、とりあえず、資材を集めるところからかな。そうだね。とりあえず隊長にはこの、うん。初期のロボットを目指してもらう感じで。了解。で、このゲーム自体は、やり方が2種類あって、うん、モンスターを倒して、お金を稼いで、ここでアイテムを購入する。っていう方法と、自分で資材を集めて、クラフトしていくっていう。あ、1からね。そう。あります。どちらで遊んでもいいけど、うちら的には、クラフトだね。クラフトかな？だね。だね。これ乗っても大丈夫？
乗るにはパスワードが設定されてるもんで、パスワードを入れないといけないんだけど、うん、パスワードをここで言うのはあれなんで、ちょっと隊長に困るつわ。はいよ。これで OK？ OK。あ、乗れた！お！なるほど、こういう感じ。そういう感じ。あ。で、シフトでダッシュ。シフトダッシュ。おうおお。早いやつ。これが初期で作れるロボット？これは初期で作るロボット。なかなかでかいね。意外とでかいよ。うん。視点が高いもんね。あれると。なんかここにさ、メタルギアのロボみたいのがあるね。ねえ、こういうのも作れるようになりたいね。ねえ。じゃあ返すよ。はいはい。X で降りる。X。はいよ。で、今まだバグで、たまに X を押すと、降りようとすると、うん、これより、でかいのあるのって大丈夫。これよりでかいやつ。あるね。ありますよ。十分ありますよ。四足歩行型とかありますからね。しかもその四足歩行型を釣って、飛べる飛行機とかもあるからね。ほうほうほう。そうそう。あるんだよ。だからね、結構ロボットの種類豊富なんですよね。さてと、私もそれが作りたい。まずは何を集めればいいんだい？まずは、何をするにも、一回、うん。鉱石採取、その、持ってるツラハシで。これね。確かこのゲーム、木は取れないんだよね。木は取れない。石材だけ。あ、早い。早い。ロボットが何気に早い。待って、ゴロちゃん。うい。鉱石採取場所はどこじゃい？この辺に、これが金属。まず、このナスみたいなのが回復剤。あ、これね。あ、ゲッチュ。ゲッチュ。ゲッチュ。殴りながら、ツラシで殴ればいい。ああ、いいんだ、これで。そう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 。なんかビワみたいだね、これ。だね。オッケー、ゲッチュ。医療回復する、それで。で、これが金属。あ、これか。いや、結構いるんでしょう、金属。確か前やった感じだと重力の概念がないんだよね。重力っていうか、重量の概念。重量の概念はない。重力の概念っていうか、重量で。で、これが石炭みたいなもんだね。あー、剥き出しだね。剥き出し。これ取れたものが右に表示されるから分かりやすいね。そう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 。このあたりはセブンデイズと同じだね。そうだね。で、これが、建材とか、あとは、まあ、結構いるやつ。あ、これ？ご飯の方でいい。ああ、はい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 。なんか石っていうよりもなんか臓器に見えるね、これ。確かに。お、なんかあそこにロボットあるね。あれは、タレットだね、自動に。防衛用のタレット。他の人が建てたタレットかな。じゃなくて、この辺の拠点の防衛用に建ててるやつ。ああ、なに？バニラで置いてあるんだ。そう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 。へえ、あ、鉱石採取。この拠点落とされたら終わりだからさ。あ、そうなの？ HQ が。ちょっと待って。落とされることはないんだけど。うん。反撃ができなくなっちゃうもんね、こっちが。ちょっとマップ見ていい？ OK。あー、でも、あー、若干青優勢なのかな、これ。あー、これね、取り合いしてない感じ、今。あー、そうなんだ。南の方で遊んでる感じ、今。じゃあ、初めからこんな感じなんだ。そうそうそう。これは取れる？あ、取れない。それぐらいかな、鉱石、とりあえず始め取れるのが。へぇー、あ、もうこんなもんで作れる？で、さっきさ、うん。採掘した時に出たアイテムで、クラフトアイテムが作れるから。うん、ちょっと待って！早い！ごめん。クラフトアイテム、ああ、クラフト台みたいな感じ？クラフト台とかも作るんだけど、うん。なんて言ったらいいんだろう。まず土台作って、そこに設置していかないと。ああ、なるほどね。だから簡易的な拠点を一箇所作りたいんだよね。うん、どっかいいとこあったりする？はじめは、そうだな。この先の湖あたりとかどうかな、うん、あ、行ってみよう。鉱石もあって、モンスターも、ちょっと行けば倒せるところだから。ほうほう。で、ロボットが、うん。開発していくと、隊長離れといて。え？
こんな感じで鉱石採取がはどるぞ。これどういう原理なんだろうね。ビーム撃ったら採取できるっていう感じ。採取用のビームがあって、うん、それで採取するとそのツルハシより量が取れるようになったりとか。へえ。あれね、なんかちょっとこの辺りがアークっぽいね。そうそうそう。おにゃ、誰かが A の3を取ったらしい。へえ、ああ、なるほどね。こういう風に表示されるんだね。そうそうそう。相手の方は、あの、進軍されてるから、うん、注意してっていう、表示されてたり。うちらの軍勢の誰かが、そうだね。頑張ってるってこと？そういうこと。まあ、うちらはね、そういうのにはね、関わらずにね、のんびり遊びましょう。これ誰かが立ってるね。うん。掘ったて小屋。掘ったて小屋って。でもこんな感じでいいと思う、初めは。うん、でもこの辺りいいね、鉱石とかあるから。うん。え？なんかパラボラアンテナみたいのが見えるけど、あれも人が作ったやつかな。あれ拠点か。あれを取られたら、ここを支配されるっていう。マジか。あ、そういうことね。そうそう。ああ、このマップの、ああ、なるほど、このマップの四角の中に、一箇所ずつこれがあるんだ。そう、中央に、ど真ん中にこれが一個あるから。へえ。なるほどね。おすすめの場所見えてきたよ。ちょっと待って。これだけ取らせておくれ。オッケーオッケー、取って取って。この臓器みたいなやつ。あ、隊長、回復剤持ちてるよ。ああ、欲しい欲しい。この、ホタテ小屋の角っちょに。よいしょ、よいしょ。あ、よいしょ、よいしょ。あ、この辺平らでいいね。うん。岩の向こうあたりが、ちょうど、池になってるもんで。うん。あと、コロちゃん、あれだね。このゲーム、僕の天敵である空腹ゲージがないね。そう、水分もないし。この辺りはありがてえ。初期位置作るんだったら、この先が良きかと思いますよ、ほう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 。その先？この先、拠点にも近くて、うん。資材とかモンスターも近いっていう。あー、なるほどね。おすすめのスポットになっております。あ、いいね。あ、この辺いいね。で、ちょっと遠くなんだけど、うん、向こうに見える。ん？鉱石っぽく見えるけど、あれ卵なんだよ。ん？ W の方角に見える。ヤシの木の根元あたり。あー、なんか紫色っぽいの見えるね。あれ、卵なんだよ。あの、クリーチャーの？そう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 。あー。あれを2発探るとクリーチャーが生まれてきて、うん。それを倒すとポイントがもらえて、うんうん。美味しいもんで、後で買っちゃいましょう。あ、いよ。じゃあ、この辺建てますか。Okay. 作り方は、クラフトで、土台でいいのかな。シーオスとクラフトが出てくる。これかな、土台は。下まで四角いやつだね。なるほど。一個できました。これをポンと置いて、これを、ああ、これだね。あ、ちょっと待って、あれ？ん？ああ、こんな感じ。ああ！これ結構立てやすいね。そう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 。猫が鳴いてるん。オッケー、こんな感じ？そんな感じ。ヤークみたいに隣にポン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 って置けるもんで、どんどん。ああ、同じのだったよ。あ、了解した。そう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 。クラスティング。これで。とりあえず、あと、これぐらいかな。一気にできんだね、ポーンつって。そう。そしたら、溶鉱炉があるから、うん。それを溶鉱炉を作って、鉄を、と、石炭を入れると、うん。鉄が作れるから、うん。鉄を作ります。はいはい。猫の声聞こえる？まあ時々聞こえる。うにゃ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 言ってんだけど、あいつずっと。ごめんね、ちょっと猫に気が散っちゃってて話聞いてなかったから。もう一回よろしく。そしたら、とりあえず溶鉱炉を作る感じで。あ、よ、溶鉱炉、あー、作れるね。
はい、よ、ヨーコール作ったら、うん。その中に、金属と、うん、コッパーってのを、カッパー？コッパー、コッパーオールだかっての出てると思うんだけど。うん。それをぶち込む。これかい？で、燃料は石炭だね。燃料は石炭。オッケー。あ、始まった。あ、インゴットできたね。インゴットできた？うん。で、もう少ししばらく溶かしててもらっていい？はいよ。そしたら今からちょっとアイテム1個入れるよ。はいよ。これ。ん？コッパーっていうやつができるんだけど、これもクラフト関係に結構使うもんで。あー、サンキュー。あー、あー、一応持ってたわ。だから、さっきのさ、なんか、臓器みたいなやつって言ってたじゃない？うん。あれからこれがたくさん取れるさ。なるほどね。で、下の方に入れるけど、これがだいたい建材の元の材料。ああ、基本ではこの鉄と、この板っぽいやつなんだね。そう。で、その、右の方に入れてある、この、やつが、基本アイテムを作る建材の元、うんうんうん。これも溶かせる？これを溶かすとガラスになる。ああ、なるほど。ああ、はい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 。基本クラフトはこんな感じ。いや、今一応持ってるものは全て溶かしちゃった方がいいのかな？いや、全部溶かしちゃうと、一番右に入れてあるあのアイテムだけ溶かしちゃうと、うん、建物とか作れなくなっちゃうから。うん、ああ、そういうことか。そうそうそう。了解した。木材みたいなもん。ああ。で、今、鉄溶かしてるじゃない。うん。それを、インベントリーに入れて、そのコッパーもインベントリーに入れてみてもらっていい？ああ、いいよ。そしたら、クラフトで、うん。ネイルガンが作れると思うさ。レールガン？ネイル。ネイル。ああ、ネイルガンね。うん。ネイルガンオッケー。ネイルガン作ったら、持って R でリロード。ああ、コロちゃん、ちょっと待ってもらえる？はい。ちょーっと待ってもらえる？ちょっと待ってもらえる？ちょっと、視聴者さんもちょっと待ってもらえる？猫うっさいから、ちょっと待ってもらえる？